のうとねたりそうのトレ体操で脳と体年齢をいつまでも若く。はい、それでは早速準備体操から始めていきたいと思います。はい、はい、それではじゃあ椅子にですね、姿勢よく座っていただきます。かかとをですね、右左右左というふうにですね、交互にトン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 と、はい、こんな感じですね。まあ、椅子に座ってね、こうちょっとふくらはぎを動かすのは、とてもね血流が良くなるので、こういうふうな動きだけでもいいんですけども、ちょっとじゃあ今日はリズミカルにウォーミングアップいきますね。トン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 、手も一緒に動いてみましょう。トン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 、1,2,3,4 1,2,3,4 1,2、足はそのままで手を両方一緒に叩きます。トン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 、1,2,3,4 1、はい、変えて1,2,3,4 1,2、チェンジ1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4、はい、終わり。それでは今回の体操は何でしょうか。はい、30歩数字とかな体操です。数字とかな、数字だけじゃなくて、はい、あいうえおかきくけこというですね、口の形をいろんな風に動かしながら体を動かす体操です。はい、では説明いたしますね。はい、まず全身運動ですので、椅子に座った状態で足踏みをしていただくんですが、30歩歩いていただきます。はい、でその中で3の倍数になったら足を一旦上に止めていただきます。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12というふうにですね、足をほんのちょっと浮かして止めるだけで運動になります。はい、この時にちょっとね、腹筋を使ったりですとか、足の付け根を意識したりですとか、正面を見たりしながらね、効果的に運動も期待できると思います。はい、はい、それではテレビの前の皆さんも一緒にやってみましょう。足踏みをしながら数を30まで数えます。3の倍数で上げた足を止めますよ。じゃあ右足からいきましょう。はい、3、はい、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30。できましたね。たった30回なんですけどね、ちょっとねこう意識すると体がほかほかしてくるんですね。はい、はい、じゃあ数字ではなく次はかなに挑戦していただきますね。はい、はい、30歩というぐらいですから、あいうえおかきくけこさしすせそ立ちつてと何ぬねのはひふへほまで言うとちょうど30歩になります。はい、それを今の動作で置き換えて当てはめてやっていきたいと思います。ちょっとご覧になってくださいね。はい、あいうえおかきくけみたいな感じなんです。あ、なるほど。動きはずっと続けていただいて、で口はあいうえおかきくけこをずっと連続で行っていただくんですね。そうなんです、難しそうですね。3つ目で止めるんですね。はい、じゃあチャレンジしてみましょうか。はい、テレビの前の皆さんも一緒にやってみましょう。足踏みをしながらかなを順番に言いましょう。3の倍数のかなで上げた足を止めます。30文字となるほまでいきますよ。3、はい、あいうえおかきくけこさしすせそたちつてとな、な、にぬね、のはひ、ふへほ。途中で分かんなくなってもね、最後ほーって言ってくださいね。楽しくなりますね。そうなんです。そこでね、合間ね、ちょうどいいと思いますけどね。はい、これだけでもすごくこんがらがっちゃってるんですけど ね、 ね、はい、じゃあ今日は上級者バージョンを一つお伝えしたいと思います。はい、数字とかなを一緒にミックスして行います。一緒に、はい、はい、こんな感じですかね。1,2,3,4,1みたいな。
きましょうか。難しそう。じゃあ、はい、ぶっつけ本番で、はい、やってみます。 OK、 はい、それでは行ってみましょうか。はい、3、はい、1、2、あ、3、4、2、5、6、う、7、8、え、9、10、お、みたいな感じですね。はい、結構です。上級編は数字を言いながら3の倍数のところでかなを一文字ずつ加えます。1、2、あ、3、4、いという感じです。数字は飛ばさないので注意してください。テレビの前の皆さんもぜひ一緒にチャレンジしましょう。かなのおまでいきますよ。はい、じゃあもうできてもできなくても笑ってね、ごまかしながらいきましょう。はい、では右足から3、はい、1、2、あ、3、4、い、5、6、う、7、8、9、10、お、ブラボー、やったー、素晴らしいです。頭の方を使ってると足がなんとなくゆっくりになっちゃうし、はい、足の方をしっかりやろうとすると言葉がついていかないんですよね。はい、それがすごくいい体操になりますので、ぜひチャレンジしていただきたいなと思います。はい、ぜひ30までいけたらすごいですね。すごいです。それでは次回もお楽しみに。イエーイ。